はい、酒好きの新潟人、じゃねえ、元新潟人の飲酒動画。で、今日は、黒ビールかな。このロング缶のね、黒ビール。ブラック、スコティッシュスタウト。という、なんか、いかにもね、見た感じ、ブラックって書いてあるから、なんか、コーヒーの無糖かなと思うんですけど。ベルヘイブン、ブラック。ベルヘイブン。メーカー自身の一品、持参にこだわった正統派、スコティッシュスタート。原材料がバグアトホップと糖類と窒素。原産国がイギリス。内容量が 440ml。あ、500ml じゃない。アルコール度数4度以上5度未満。と書いてあります。こちら確か山屋で新潟行った時に3本で1000円で買ったんだよな。あ、これ嫌ねえ、松。これあれや。これあれや。あれが入ってるタイプ。ボールが入ってるタイプや、これ。あー、ボール入ってるタイプか。多分ボール入ってると思う。440ってことは。ん？いや、わかんない。ボール入ってるのか。多分ボール、いわゆる、あれが入ってるタイプだと、もう俺は思うんだけど。どうなんですか？いきなりプシュー言うて、なんかプシュワー言うたから、多分、ボール入ってんちゃうかな。あ、やっぱりフローティングウェジェットが入ってるっぽい。です。入ってます。ギネスと同じタイプですね。どうりでこの泡が細かいと思ったら、ね、やっぱ入ってた。うん。乾杯。うん。あ、これギネスと同じ。ちょっとギネスよか、さっぱりしてるかもね。ちょっとあれかも。ギネスビールに比べると、コクが弱い。あ、でもうまい。あ、これうまいな。うまい。ブラック。ベルハーブン。ベルヘイブン。ちょっとこの酸味があるっていうか、若干酸味がある、ね、うん、そんな感じは。道理でさ、容量がさ、440ml かな。あれみたいな、微妙になんか少ないのは多分このボールのせいなの。おそらく。値段約400円。うん、まあ山屋だったら3つで1000円って書いてあったから。
まあ、333円ぐらい。まあでも、これやったらあれだな。やっぱギネスだな。やっぱイギリスっていうよりやっぱドイツのあれがいいよね。ビールの本場のさ、ドイツがいいよね。だいたいギネスビールのあれって、あれギネスビールって、ドイツだったっけ？アイルランド。アイルランドってことはあれか。あれやないんだ。ドイツじゃないんだ。へえ。ってことはアイリッシュウイスキー、ウイスキーちゃうわ。アイリッシュ。アイリッシュビール。だからこれと同じやねん。結局。製造元としては。いや、製造国としてはね。まあ、でも、あれやな。これはあんまり苦味がないし、すっきりしてる。うん、結構。うん。で、若干酸味がある。うん。でも、泡はほとんどギネスと同じやん。ものすごい。細かい。うん。ものすごい細かいんで。ギネスとほとんど同じクオリティのこの、ものすごいクリーミーなこのクリーミーさや。あれ？クリームかなっていう、レベル。なんだけど、ギネスに比べると断然苦味と香りと、あれが劣る。苦味と香り、コクが劣るかな。これはなんていうかな。ちょっと黒ビールの中なんだけど、ラガータイプっぽい。軽めの。軽めな感じっつうの、うん、はあります、ね、うん、もうここら辺で、ね、切り上げた。ということで、コクはあんまりない。コクは普通ぐらい。普通でもないか。ちょっと、うん、まあいいか。普通ぐらいでいいな。甘みが若干ありめで、香りも、まあ、割と黒ビールとしては普通だよね。まあ、普通だよ。3333です。ご視聴ありがとうございました。